どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、なんと、こちらのセゾンゴールドアメリカンエクスプレスカードありますよね。年会費優遇型、私は持っておりまして、年間1回使えばですね、私はね、ずっと年会費無料でね、維持することができる年会費優遇型っていうのをね、保有させていただいているわけなんですけども、こちらはですね、昔ね、修行であったり、キャンペーンとかでね、利用することができて、まあ、こういったのでね、発行できた方は、またね、その後にはね、このカードは取り扱い停止になるからこっちに切り替えてくださいみたいな、まあ、そんな感じでね発行できた方もまあいらっしゃるわけなんですけども、まあ、こちらもですねその限られたカードをね持ってた方しか利用することができなかったわけなんですけども、今回なんとですね紹介 URL をね利用した方限定でですねこの年会費優遇型のセゾンゴールドアメリカンエクスプレスカードね、こちら年会費優遇型に発行することができるということで、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、このねセゾンゴールドアメリカンエクスプレスね、何がいいのかっていう話なんですけども、まあ、もちろんね年会費、もともと1万1000円するわけなんですけども、これがね年間1回ね利用すればですねずっとね、無料で利用することができて、もともとこちらね初年度年会費無料なので、まあ、このゴールドカードがですねずっとね年間1回使うだけで、無料でね利用することができるわけなので、まあ、ゴールドカードということで非常にいいですよね。でまたねこのクレジットカードは、まあ、私の動画でずっと見てる方知ってると思うんですけども、こちらね、プライオリティパスありますよね。昨年の10月ぐらいに楽天プレミアムカードはですね、来年からね、プライオリティパスのね、開通制限入れるっていうのをね、発表しましたけども、このね、セゾンゴールドアメリカンエクスプレスクレジットカードっていうのは、プライオリティパスね、ついてないんですよね、もともと。もともとついてないんですけども、このクレジットカードはですね、年間1万1000円払えばですね、この年間回数無制限のね、プライオリティパスをね、発行することができるんですよね。非常にいいですよね。ということですんで、今回ね、こちらのセゾンゴールドアメリカンエクスプレスカードね、年会費優遇型発行することができるということは、今後ね、こちらのカード発行していただいて、このね、プライオリティパスね、年間回数ね、無制限のをこれからね、発行することができるっていう風になりますんで、楽天プレミアムカードがね、解約になった後ですね、一番お勧めさせていただいているのは、まあ、こちらなんですよね。まあ、このね、セゾンゴールドアメックスカードはですね、年会費優遇型をね、発行する手段がなかったんでね、まあ、私はね、まあ、これを持ってる人はこれがおすすめっていうね、話をさせていただいてたわけなんですけども、今回ですね、こちらのカードね、年会費優遇型をね、発行することができるということで、めちゃくちゃいいですよね。ですので、まだね、発行されてない方はですね、こちらね、概要欄に URL 載せておきますんで、ぜひね、そちらから発行していただければですね、年会費優遇型のね、このセゾンゴールドアメックスね、発行することができるっていう風になりますんで、ぜひね、利用していただきたいななんていう風に思います。で、今回のね、キャンペーン、一応ね、公式サイトを見ながらね、紹介と、一応ね、特典も一緒にね、紹介していきたいなと思うんですけども、それではですね、こちらが公式サイトになるわけなんですけども、概要欄にね、URL 載せておきますんで、このページに飛ぶのね、確実にチェックしていただいて、利用ね、してください。で、記載のある通りね、このページからの申し込み限定の特別オファーっていう風になっております。セゾンゴールドアメリカンエクスプレスカードを実質無料でご案内いたしますということで、初年度年会費無料、さらに年間1回1円以上のご利用で、翌年以降も年会費無料の同じ条件が永年続きますということで、実質ね、無料で利用することができるっていう風になるんですよね。まあ本来はね、年会費1万1000円かかるわけなんですけども、初年度年会費無料、その後も年1回使えばですね、無料で利用することができるっていう風になります。で、このクレジットカードね、昔はね、セゾンのマイルクラブとかもね、利用することができて、JAL マイルのね、貯めるメインカードとかもね、お勧めすることができたんですけども、まあ、こちら記載ある通りですね、セゾンマイルクラブね、こちら対象外となりますって書いてあるんですけども、このね、あの、年会費優遇型のね、あの、セゾンゴールドアメリカンエクスプレスカードっていうのは、セゾンマイルクラブね、利用することができなくなってしまいましたので、マイルを貯めるクレジットカードとしては、正直ね、あんまりお勧めすることができません。で、プライオリティパスがね、プラス1万1000でプレステージ会員がね、利用することができるっていう風になりますんで、それもね、もちろんおすすめなんですけども、それ以外にもですね、空港ラウンジね、一応ゴールドカードということで、確かね、年間2回ぐらいまでね、あの、回数制限は減ってしまいましたので、
この空港ラウンジサービスって一応あるよぐらいのね、感覚で利用しといていただきたいなと思うんですけれども、私のおすすめポイントはプライオリティパス以外だとね、こちらですね、手荷物無料宅配サービス。こちらはね、このセゾンゴールドアメックスね、非常に充実しておりまして、まずね、羽田空港は対象なんですよね。で、またね、第二ターミナルまでね、利用することができるっていうのがね、結構おすすめのポイントなんですよね。というのも、アメックスのプロパカードとかね、第三ターミナルしかね、利用することができないっていう風になりますんで、セゾンゴールドアメックスはね、羽田空港第二ターミナルもこちらね、帰国地のみにはなりますけどもね、スーツケース1個ね、無料で配送してくれるっていう風になりますんで、こちらね、非常におすすめポイントです。で、郊外の空港でね、こちらの空港を使わないよっていう方は、国際線でね、こちらの空港で乗り継いだ際にもね、この手荷物宅配サービスっていうのは利用することができるっていう風になりますんで、ぜひね、このカード発行された方はですね、こちらね、ぜひ利用していただければなと思います。第二ターミナルはね、利用することができるのね、非常にいいですよね。で、またね、海外旅行保険もね、付帯しているっていう風になりまして、残念ながらこちらね、付帯はね、結構保証は大きいんですけども、利用付帯っていう風になりますんで、持ってるだけではね、適用になりませんので、この点は注意してください。で、それ以外にもね、ありまして、こちらですよね、セゾンキャッシュバック。結構ね、私の動画でもね、細かい話とか、コミュニティ欄とかね、発信させていただいてるんですけども、これですよね、セゾンキャッシュバック。今やっているのはですね、このセゾンアメックス限定でやっている、サンドラック 30% キャッシュバックとかもね、やっているんですけども、こちらね、年間に結構ね、更新されて、利用することができるね、キャンペーンになっておりまして、これはね、セゾンのクレジットカードでアメックスの国際ブランドじゃないと、エントリーすることができないっていう風になりますんで、まあこのカードだったらね、セゾンはゴールドアメックスということで利用することができて、まあ今までね、もう本当にスタバとか、また、ドラッグストア、今もね、ドラッグストアやってますけども、くら寿司とかね、そういった時もね、ありましたし、結構ね、年間何度もね、キャッシュバックキャンペーンやっておりますんで、お得にね、利用されたいっていう方はですね、このセゾンキャッシュバックね、1枚ごとにこちら利用することができますんで、セゾンのカードね、持ってれば持ってるほどね、こちら1枚ごと利用することできるっていう風になりますんで、こちらもね、利用するクレジットカードが1枚増えるっていう意味でも、非常にね、おすすめっていう風になっております。今回のキャンペーンなんですけども、年間1回以上ね、使わないと1万1000食らうんですよね。怖いですよね。年にね、一度だけでもね、使えば、まあ、無料になりますので、まあそんなに難しくないだろうなんていう風にね、まあ思う方いらっしゃると思うんですけども、これでもね、食らう人結構いるんですよね。やはりね、忘れてしまう、カードしまって海外旅行の時しかね、使わないみたいな感じだと結構忘れちゃうかもしれないんですけども、まあそれのね、防止策ですよね。私のおすすめとしては一番いいのはね、Amazon ギフト券のこちらのチャージ型をね、自動購入していただくのがおすすめです。これね、Amazon ギフト券のね、チャージタイプなんですけども、これをクリックすると、こちらのページになりまして、金額選べますよね。最低が15円だと思うんですけども、こちらね、下の方にオートチャージ設定っていうのがありますよね。これをクリックしていただくとですね、こういった感じで、アカウントの残高管理になってね、オートチャージ、Amazon ギフト券をね、オートチャージしてくれるんですよね。で、定期的にオートチャージということで、まあ、金額はね、15円から選べることができるんですけども、まあ、毎月でも毎日で毎週でもね、2週間に1回でも、どれでもいいんですけども、まあ、お好きなのね、利用していただければ、勝手にね、使ってくれるっていう風になりますんで、この1万1000忘れてね、食らうなんてことも、まあ、こちら設定しておけばですね、OK っていう風になりますし、まあ、これもね、ずっと続けなくても、1回利用して、まあチャージされたなっていうのが分かったらやめてもいいですし、まあ毎月15円だね、12ヶ月やってもね、200円もいかないので、まあ設定しっぱなしでもいいんですけども、まあ私はね、年に1回使ったらね、年会費無料のカード結構持ってますんで、セゾンアメックスゴールドはね、こちら設定させていただいております。ですので、ぜひね、こちら忘れずにね、設定していただければ、年会費実質無料でね、1万1000食らうこともね、ございませんので、これもね、概要欄に載せておきますんで、もしね、発行したらね、この設定も一緒にね、やっといていただければなと思います。それでは次にですね、こちらね、私の動画でね、紹介させていただいている、プライオリティパスがね、付帯の年会費の安いクレジットカード一覧になるわけなんですけども、やはりこれですよね、セゾンゴールドアメックス。まあこちらね、初年度年会費無料で、優遇がね、利用される方は、これがね、
楽天プレミアムカードのね、後で一番ね、おすすめできるね、プライオリティパスのクレジットカードかな、なんていうふうに思ってたわけなんですけども、この年会費優遇型をね、保有されている方はね、こちらが利用することができてたわけなんですけども、まあ、今からね、発行される方はね、こういうのはね、利用できないので、まあ、これ以降のクレジットカードでね、どれがいいのかっていうことで、私の動画でね、LINE 公式アカウントとかで、PP 診断とかもね、利用させていただいてたわけなんですけども、やはりね、今回これがね、発行することができるっていうふうになりますので、ぜひね、保有されてない方はですね、今回のキャンペーン中にね、発行ね、していただければなと思います。まあ、年間ね、1万1000でね、プレステージ会員のね、プライオリティパスね、獲得することができるっていう風になりますんで、まあ、楽天プレミアムカードとね、同額、しかもね、セゾンキャッシュバックも利用することができますし、手荷物宅配サービスもね、羽田空港もね、対象で利用することができるっていう風になりますんで、かなりね、おすすめっていう風になります。まあ、これ以外のカードね、もし気になる方は、まあ、今までね、動画解説で結構やってきましたので、まあ、気になる方は、ここら辺ね、チェックしていただければな、なんていう風に思います。まあ、私みたいにですね、今私これのビジネスカード持ってるんですけども、まあ1年間ですね、初年度無料とかポイントサイトのね、案件使えば、1年間実質無料で利用できるものをね、渡り歩いてもいいんですけども、まあそれもね、いつかね、終わりますので、私もね、このセゾンプラチナ終わって、静岡銀行のプラチナカードね、これもポイントサイトの案件があるから、実質初年度ね、無料で利用することできるんですけども、それもなくなったらですね、正直どこに行こうか、エポスプラチナカード使用して年間100万使って無料にするか、まあ、もしくはもう1万1000円払ってね、これで利用するかっていうところなんですけども、まあこういった感じでね、利用していくかっていう感じなんですよね。やはりね、このカードをね、1万1000円でプライオリティパスね、無制限で利用できた方がですね、やはり簡単でね、利用しやすいですし、まあ決済使用とかもね、しなくていいので、まあ個人的にはですね、一番おすすめっていう風になりますんで、まあ、今回のキャンペーンね、めちゃくちゃおすすめなんでね、ぜひ発行されてない方はですね、今回のキャンペーンで発行していただくのはね、おすすめっていう風になります。はい、ということで今回のはね、ちょっと簡単な動画にはなりましたけども、まさかね、またこのセゾンゴールドアメリカンエクスプレスカードね、年会費ね、優遇型のね、発行するチャンスがね、来るとは正直思っておりませんでしたので、非常にいいですよね。で、楽天プレミアムカードがね、解約になって実行されるのが来年の1月1日だと思うわけなんですけども、やはりね、それまでにね、このセゾンゴールドアメックスのね、このプライオリティパスに関して、解約が入るんじゃないかっていうね、思う方も中にはいらっしゃると思うんですよね。まあ正直これはね、わかんないですよね。はい。まあセゾンのね、ゴールドカードも、先ほどね、動画内で言ってると思いますけれども、空港のラウンジとかのね、回数も、まあ減ってたりしますので、まあ正直ね、プライオリティパスがちょっと値上げされる可能性はね、まあゼロではないんですけども、まあ大幅に上がるっていうことはね、多分ないと思うんですよね。というのも2万2000円でね、プラチナカードがあって、それがね、プライオリティパスね、無制限つけておりますので、まあ上がってもね、2、3000円、4、5000円ぐらいかな、なんていうふうに思いますし、もしね、これがプライオリティパスね、1万1000円で発行できなくなったとしてもね、まあセゾンキャッシュバックとかね、手荷物宅配サービスとかね、ありますので、まあ持っていてね、損ではないカードではないかとは、個人的には思いますので、ぜひね、今回のキャンペーンでね、持ってない方はですね、発行ね、検討してみていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、Twitter、Instagram、LINE 公式アカウント、最近ね、LINE 公式アカウントで PP 診断、マイル診断、ポイントサイト診断、またね、マイルクレカ診断も利用できるようになりましたので、ぜひね、こちらチェックしていただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。